エスコバー、筒香にファンの思いをぶつける。DeNA などで活躍したエドウィン・エスコバー投手が8日に自身の X を更新。米大リーグジャイアンツを FA となり、日本球界復帰が濃厚とみられる元同僚の筒香嘉智外野手について意外なメッセージを送った。2019年オフにポスティングシステムを利用してレイズに移籍すると、その後は独立リーグを含む7球団を渡り歩いた苦労人筒香。日本球界への復帰が濃厚と見られる中で、すでに古巣 DeNA や巨人などが獲得に乗り出しており、プロ野球界の目下最大の注目事項となっている。そんな中、親交のある元同僚もファンと同じく高い関心を持っているようで、巨人が筒香獲得へ乗り出したとするメディアの記事を引用した一般ユーザーの投稿に対し、エスコバーは、Why not ベイスターズ?とポスト。かつての仲間から投げかけられた思わぬ疑問に、DeNA ファンからは、エスキーの横浜愛は本物、サンキューエスコと称賛する声が殺到。当ポストには投稿から半日が経過した段階で3000を超えるいいねが付けられていた。もっと言ってやれ。巨人ファンのほとんどは筒香いらんと思ってる。DeNA は争奪戦から撤退しましょう。もう筒香は諦めよう。乙坂を呼ぼう。宮崎と仲が悪いから、筒香は横浜に戻らない。廊下もだから一番は一橋だからね。メジャーでダメだったら野球やめた方が男らしくだよ。ありがとうエスコ、泣けるぜ。男肌まってフルスイケ。慰めとしてエスコバー戻ってきて。コーチが何も記事を出していないので迷いもあるのだろうと感じました。なぜエスコさんはベイスターズを出たんだろう、引き止められたのに。男肌まって戻るだけ。エスコバー言うはなぜベイスターズじゃないの。まあ本人の意思が全てだから、他が何を言っても変わらない。巨人が自信満々ということは、マネーではなく、スタメン確約したということではないか。今の読売さんの全員野球には、筒香は合わないのでは、バントも下手ですし、足も遅い。巨人に行った村田先輩の最後がどうだったか思い返してほしい。男は黙ってお金だけ、